謎の荷物が届いたんです。アマゾン。形はこんな感じですね。結構ねガバって開いて浅めです。ここで補給感はめちゃくちゃあるんですよね。はめた時のピタッと感。どうもワンちゃんです。今日はいきなり荷物が届きました。職場に謎の荷物が届いたんです。アマゾン。これを今から開けたいと思うんですけど、見てください、グローブが入ってます。これは新企画で深夜のインスタライブで決まったんですけど、一眼グローブじゃないグローブを交換していろんなグローブに触れよう、型番とか使い方とかあるんで、まあ、新たな発見を感じようっていう企画でございます。でこの第1弾なんと走れ大井チャンネルさんから来ました。おーということでノックとかキャッチボールしていこうっていうところでございます。じゃあまず1個目、喋らせる。お来ました。おこれやばいやつ や、これマジでやばいやつや。ここに鳥谷って書いてます。これ引退記念のグローブ、7万7000円です。すごい、俺初めて見たわ。形はこんな感じです。こちら久保田スラッガー鳥谷さん記念モデル、かっこ公式です。で型番が M00 サード向き、ウェブ下でしっかり掴む形で、革は一般オーダーと同じらしいが、職人さんがプロ担当の縫製とかってことですね。これちょっと後から別撮りしますけど、すごいな。プロ担当とかあるの？プロ。そういうことです。これ1つ目。そして2つ目、来ました、じゃん、アクセフベルガード。結構なんかピッチャー用とかがね一時期めちゃくちゃ流行りましたが、今回は内野手用で、こちら軟式オーダー、サイズ 11.25、 購入は4年前ということで、今回はこの2つで、まあ、レビューというか、感想を言っていきたいと思います。ではやっていきましょう。ワンチャンネル。はい、ということでまずアクセフベルガードでキャッチボールしていきます。形はこんな感じですね。結構ねガバって開いて浅めです。こっちが結構広い感じですね。大井さんは内野手っていうところもあって、まあ、そこまでこの形は初めてだみたいな違和感はないです。じゃあやっていきます。おお。いい音鳴る。結構ねこのマークら辺でパチンって鳴る感じです。結構いい音鳴りますね。形は、まあ、僕も内野手っていうところもあって、まあ、指短いんですよね。ちょっとセカンドで守る人使いやすそうな球出し、ちょっとやってみます。球出し、おお。なるほど、この辺で取れば全部収まりそうな感覚は僕はありますね。がっつり掴むっていうよりは薬指側も使いたいグローブが好みなんで、結構いいっすね。ちょっと土ボコボコなんで、補給体勢は抜きにして、汚れてる感じを見るように、このアクセフのマークからちょい右ぐらいに補給するポケットがあるっていうか、自然に当たるっていう感じはしました。ただ最近流行ってるこの深めでがっちり取るタイプではないんで、まあ、不安な人もおるかもしれないですね。ワンチャンネル。続いてこちら鳥谷選手の引退記念モデルやっていきます。形はこんな感じで、アクセフの次に触ると結構かっちりですね。芯も硬くて、でウェブも硬いですね。なんかね薄いんですけどしっかりしてる印象がありますね。これちょっとニュアンスが合ってるかわかんないですけど、こうねパンパンして手には伝わるんですけど、なんかしっかり感、重厚感じゃなくてしっかり感あります。おー、いた。やっぱ薄い、痛いっす、痛いけど、結構ねこの薄さマークでバチンってくる感じです。硬い、マジで硬い。この辺とかはまだちょっとウェブが硬いんで収まる感じはないですけど、こうかっこいいっすよね。普通にめちゃくちゃかっこいい、シンプルに。個人的にねこの M00 初めて使うんですけど、
取りやすいですね。結構この形は縦っぽいんですけど、まあ、僕にはちょっとでかいですけど、手が M サイズ L サイズの人はちょうどいい大きさなんではないでしょうか、内野手やったらっていう感じです。でもなんか高級感があるグラブ。じゃあ次ノックいきましょう。なんかね、個人的な意見ですけど、ノックの方が補給しやすいですね、キャッチボールより。キャッチボールは硬さ感じたんですけど、ノックだとそこまで硬さは感じないんですね。この補給面がしっかり吸い付いてくれるような補給面なんで、まあ、この辺の硬さは感じず、ここに当たったらパチッと収まる感じはあります。キャッチボールの方が正直違和感はありましたね。ファンチャンネル、はい、ということでこの2つノック受けてみましたが、結構面白いですね。こっちは軟式のオーダーで、結構浅め、こういう感じの浅めなんで、まあ、さっき言ったみたいに補給面がちょっと薬指の位置で当たるっていう形で、鳥谷選手引退モデル、やっぱこの牛マーク付近で補給する、結構縦っぽい感じですね。どうですか、このラインで取るイメージはありました。こっちっていうよりかはこのラインで取るイメージ。いろんなグローブ使わせてもらうっていうのはなんかあんまりない経験なんで、こうなんかいろんな形があって個人的には面白いなと思いますし、まあどっちが悪いどっちがいいとかじゃなくて、自分に合うグローブを選ぶべき感じですかね。個人的にはこの M00 ちょっと好みやな。フィット感もやっぱいいですね、このスラッガーのフィット感。手乗り感はやっぱスラッガーすごいですね。これだから職人さん、プロの職人さんが作ったグローブやからかもしれんけど、はめた時のこのピタッと感、隙間ない、これちょっとわかります、この隙間ない感じ、グローブがピタッとはまってる感じはやっぱすごいなと思います。この値段的にも、まあ、僕のグローブ、送ったグローブもどっかのチャンネルで出るかもしれないんで、その辺もチェックしてみてください。でこれ今第1弾なんで2、3回あります。なんで次はどんなグラブが来るかお楽しみに。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お気に。